はい。よいしょ。はい、えー。はい。はいというか、はい。はい、行きましょう。はい、えー、全米フィギュア。皆さん見てますかネタバレになっちゃうと思うんで、見てない方は、ちょっと、はい、えー、ネタバレ注意でお願いします。えー、全米行われてます。皆様、日本時間朝ですね。はい、うん。はい、えっ、ー、と、感想を述べていくんですけど。えっ、ー、と、まずね、結論から言うと、 えっと、ハウチャンチャンハウペア。はい。えー、五点八六でトップですね。うん。となりました。はい。で、エリダニが2位です。エリダニが2はい。で、3位が、えっ、ー、とね、マック・バースと、えーパフ、パルクマンが六十四点二一で、えー、ワン、三位となりますね。で、四位が、プラザスと、フレナ、フレナンです。フェルナン、フェルナンです。で、五位が、 フィーモバと、えー、ミトロ、ミトロファノブが60.48で、6位がリュウとナギとなっておりますね。はい。うん。まあ、あの、1位から6位まで、ね、まあ60点台ということで、はい、点数がそんなにありませんので、まあ、フリー、えー、点数えー、まあ、結構その勝負になってくるんじゃないかなと感じますね。で、まあ、ちょっと印象に残った演技だったり、感想を述べていこうかなと思うんですが、 えっと、チャン・ハウ・ペアはね、今年は僕、今季初めて見たと思います。いろいろあって、なかなか見れなかった、見れなかったと思うんですけどね。うん。で、曲はね、フィーバー、フィーバーっていう曲のアレンジバージョンで、後半はちょっと曲層変わってたと思いますね。えー、衣装がなんかちょっとアラビアっぽい曲、あ、衣装で、こういう衣装なんだってちょっと思いましたね。うん。 で、表情がね、キリが非常にあって、表現力がすごく良かったなって感じました。キレが特にあって、また、こう、スケートのタッチが昨年とは違うなって感じがして、その、何て言うのかな、うんね。言葉を表すのは難しいんですけど、こう、ジャンプ、スケーティングのタッチがカーブが多くなった気がしますね。前は直線的な感じがちょっとしたんですけど、 今回の演技は結構カーブを使っているなっていう感じで。で、サイドバイサーのトリプルトールーブも、あの、助走をちょっと変えて、カーブを使って入ってたんで、まあ、それもま、決まって、まあ、ちょっと判定気になるんですけどね。はい、えー、笑顔なんかも良くて、時々、えっと、男性、ホ,ホ,ホハウスさん、歌ってましたね。うん、歌いながら演技してて、そういった余裕もあったのかなって思います。ステップシークエンスもすごく良かったですね。振り付けも良かったし、 すごくなんかインパクトあるなと思いました。ただスロートリプルループがちょっとステッピングアウトしてしまったぐらいかなですね。まあそれぐらいで他はすごくまとまってたと思います。表現が良くて技だけじゃなくて表現力をこなしてて、そういったところもすごく良かったなと思いますね。はい。65.86ですね。うん。はい。表現力アップしてます。と感じましたね。 彼らはサイドバイサイドのジャンプがちょっと苦手にしてるかと思うんですけど、まあ、それが決まった瞬間、特に女性がよくミスするんですよね。今回は決まって、女性も表情が明るかったんで、まあ、安心、安心の表情があったかなという印象です。はい。うん。はい。で、2位が襟谷リリですね。襟谷リリが64.57で1点ちょっとということになってますけどね。 エリダリ、エデンの東ですね。エリダリは今シーズンもね、まあ、見てきていて、えー、はい。まあ、このプログラム、エデンの東ということでですね。注目してたんですけど、やっぱね、アメリカ、人気が高いなって思いますね。エリダリの人気が一番高かったなと思います。なんかうん。まあ、まあ、まあ、そうですね。まあ、昨年まあ、今年まあ、今年か。まあ、結構人気がどの大会で終わるなって思うんで、エリダリ結構人気があって、僕もそ好きなカップですね。 はい。で、ダニーさんがやっぱりこう、時々こう、声をかけてるシーンなんかも、えー、エリーさんにかけてるシーンがやっぱ印象的で、リフトを上げる前も声かけたりとかね、していったところも、すごくやっぱ印象的なカップルだなと思います。はい。で、そうですね。ジャンプがね、ちょっとスロートリプルループがね、ちょっとミスが、転倒ということでミスが出てしまったんですけど、結構も惜しかったなっ って思います。本当、着地だけでしたね。うん、うまくいったかなって思ったんですけど、ちょっと、タイミング、着地のタイミング合わなかったなっていう印象でした。はい。ちょっと惜しかったですね。もうちょっとで決まるかなと思って、練習ですごくいい、それをトリプルループ飛んでたんで、本番合わせられるかなっていうところで、ちょっと、まあ、エリさんもちょっと、その、その点灯かなんか、点灯でめちゃ悔しがってて、ちょっと、キスクキラとかでもね、ちょっとね、悔しかった感じですね。うん。 はい。まあでも他は本当に良くて、表情も良かったし、えー、まあさっき言ったように、男性が女性をフォローするようなシーンが多かったんで、まあそういったところも心をわしづかみにされたなという印象がございます。はい。ですね。うん。動きも良かったと思うし、スピンも良かったですね。あの特にあの、ステップやっぱり素晴らしく、世界観がいいだと思いますね。で最後のリフトも終わりリフトで終わるのかな。 スパイラル、デススパイラル。まあ、とりあえずリフトも素敵だったと思うんで、よかったらと思いましたね。人気がやっぱあるね。うん。で、3番手に、3位につけたのは、これマック・ビースと、えー、パークマンさん、皆さん知ってますかで、僕もちょっと今日知った選手であんまり見てなかったんですけどね。あの、結構最初の方に滑ってていまして、結構点数良かったです。64.213でエリナリとほぼ点変わんないですね。 はい。技が本当すべて決まっていて、で、組フれの、フれさんがいますね。はい。あの、先生についてます。うん。う本当技が本当にしっかりしていて、すべて良かったなと思いますね。スロートリプルルッツも決めていたし、サイドバイサイドのジャンプも安定感があって、全体的に技が本当にまとまっている印象の選手で、ちょっと、あの、結構びっくりというか、まとめてましたね。はい。 うん、まあ、プログラムの構成点っていうところか、まあちょっともしかするとこれからなのかもしれないんだけど、まあ朝を決めるというところは良かったので感じました。はい。まあ、フリー結構時間が長くなるんで、まあ点差はほぼないですからね。1位、2位ともね。まあぶっちゃこういう選手結構強いフリー強いイメージあるんで、まあわかんないですね、フリーね。うん。はい。そして4位がパラザスと、えー フェルナンデスという組。この組はね、今シーズンも何度か見てきたと思いますね。はい。うんです、ね。この組はちょっとどっかでミスあったんだけど、ちょっと忘れちゃったな。今回ちょっとメモ書いてないんで、あのー、どっかでミスしたスロージャンプだったかな違うな。どっかでミスした。あ、違う違う。サイドバイサイドのジャンプだ。で、えー、男性はこれトリプルトーループなんですけど、まあ、で、ちょっとツーフットで回転も足りないような感じで降りてきてしまったのが、まあちょっと残念でしたね。 曲は、えっと、思い出した。ラクマリーノフの曲の、えっと、教師曲です。うん、うん。で、端からすごく表現力はやっぱいいですね。あの、そうですね。すごくなんか、いい表現が多かったなという印象で、とても、はい。結構濃いプログラムだなと思いましたね。また、二人の密着感っていうのも結構あったなっていう感じるペアで、はい。そういったところも良かったなと思います。表情もすごく良くて、良かったですね。 63.18で、彼らも点差がないですね。はい。というところですね。うん。はい。そして5位が、エフィモバと、えー、ミトロファノムという組で60.48でしたね。この組は、えー、っとね、ちょっと最初の方かな。まあ、最初の方っていうか、に、ね、滑っていたと思うんですけどね。この組は、はい、思い出しました。えー、っと、女性がオレンジ色の衣装で、男性が黒の衣装でしたね。 はい。で、とても綺麗な滑りをして表現力は素晴らしい選手かなと思いましたが、ちょっとスロートリプルジャンプのミスがもったいなかったなと思います。うん。はい。転倒でしたかな、確かにね。本当に、だから皆さん、金さんのところで順位が決まってると思うんでね。うん。この国も僕は初めてだったかなと思いますね。表現力がとても素敵な。 ピュアなスケートをするなと。ピュア、ピュアなスケートかな。はい、と思いました。はい。えー、あとはですね、6位がリユとナギーですね。この組は女性がチェルシーっていう名前だかな、確かね。東洋、アジア系の方だと思いますね。ぶっちゃけこのリウとナギー6位入ってて60.13なんですけど、あの、女性がこれサイドバイサイドのサルコーでシングルに抜けているし、 僕もどっかでミスがあったのかなスロージャンプであったかなミスがあったと思うんですけど、結構ミスがあったんですけど、点数60.13でいい点が出ていて、で、なぜかっていうと僕納得していて、あのね、まずね、トリプルツイストが、あの、今回出た中で一番高さあったなって思いましたね。どの選手よりもこうトリプルツイストの高さがあって、まあそれうわーってなって、すごっ、すげえなってちょっと思いましたね。 すごいキレもあったし、高さが強かった。うん。すごい見栄えが、見応えがあったなって感じますね。はい。で、それからね、リフトなんかも女性のその空中ポジションがなかなか面白くて、他ではない、他の組はやってないような形が、このリュウとナにはあったので、そういった斬新さがあっていましたんで、すごく面白かったなと思いますね。 うん。はい。まあ、ミスがもったいないですね。だから、あの、なぎーさん、リりウさんの、まあ、ちょっとサルコーのシングル抜けが悔しいですが、それがなかったら多分もっといい点数になってたかなと思うんですけど、はい。でも本当、TK さんですね。はい。まあ、でもこのリウナギーが素晴らしい演技でした。よかったらと思います。はい。 1>, 1位から6位はこんな感じで、まあほね、点差ないっすね。本当だからまあフリースタイルになってくるから、ぶっちゃけ、6位のリュウ・ナギーにもまたメダルのチャンスあるなっていうふうに思っていて、まあショート、僅差だし、まあ実力があると思うんで、本当に誰が勝つのかまだわかんないかなって思いますね。はい。そして7位が、マルティンヌと、ベダード組かなベダードかなはい、58.18ですね。この組は、 えっと、初めて見たかなってちょっと思うんですよね。はい、多分初めてかなと思います。58.18でした。この組はミスなかったと思うんだよね。で8位がディ、えー、ケーレネスと、えー、スタドゥスキー、55.72でした。えー、9位が、えー、コリティックとチャンプマンチチ。チャンプマンかなはい。ですね。となっております。 はい。そして、10位の、この、モコホバとモコホバ。モコホバ、これはね、兄弟ですね。10位の51.51 51ですね。ちょっと点差離れてますね。この組ね、最終グループに滑ってたんですけど、結構僕印象に残ったんですよ。なぜかっていうと、他の選手たちは、だいたいツイストリフトから始めるんですよ。あの、大体、ペアの競技って、ツイストリフトから始めますよね。たいうん。って思うんですよね。 でもこの組はなんとですね、ステップシークエンスから始めて、結構びっくりしましたね。うん、あんまりステップで始める選手ってシングルスケーターにもほぼいないんで、最近は。はい。まあ、だからちょっと、ペアでもなんかそういう組いるんだって、ちょっと驚きでした。このモコホバとモコ,モコホバ兄弟かな。うん。極マラゲーニャですね、えー。で滑ってましたね。うん。最初はこかステップやって、で、そのダブルアクセルでよかった。 よくて、で、その後ツイストリフトやった感じで。ただ、ツイストリフトがちょっとマイナスかなうん。食らってましたね。この組み方はジュニアグランプリかなんかど,どっかで、ね、見た気がする。その時はもっとボロボロだった気がするんですよ。で、だからちょっとあんまり良くなかったんっていうイメージはあったんだけど、なんか結構異彩な構成をするので、まあ、インパクト残りますね。51.51 51でしたね。まあ、点数は低いけど、まあ、 結構異彩すぎて印象に残るという感じです。で、フィッチパトリックと、えー、ビアリンガー、これ11位ね。43.26で、これはビリ、ビリ、一番最下位ですよね。この組最下位なんだけど、えっと、白鳥の湖やってたって覚えてます。はい、でしたね。うん。はい、という感じでした。いかがだったでしょうかね。皆さん見てない方は、まあちょっと、見て、 見たい方は見たい、見てくださいっていう。まあ、見たい方だけね。あの、アメリカのペア、層が厚いですね。やっぱ層が厚くて、面白いですよ。うん。なんか、クリフレーペアの衣装に似てるような衣装で滑ってる人もいた。うん。いましたね。はい。えっと、皆さんは本当にレベルが高い。それからスロージャンプの高さもあったし、本当に最初の方に滑った選手も含めて、本当にレベルの高さを感じましたね。 うん。はい。そうですね。アメリカも結構接戦になってくるんで、まあ、フリーバー結構、重力がガラッと変わるっていうところもちょっとあると思うんで、あるかもしれないんで、はい。ちょっとそこも注目してみたいと思いますね。あとね、表情がみんないい。うん。まあ、ちょっと、表情は皆さんいいですね。あのー、本当に、こう、なんか、そうアメリカだから、ショー、ョースケーターってイメージがあるんだけど、そういう、こうな、なんか、お客さんに届ける っていう、そういう、こう、意識を感じられるし、お客さんもユニークで自由ですね。皆さんね。なんか本当にそういうのがあって、よかったなと思いますね。あと、やっぱお客さんもミスしても拍手してたりとか、結構温かい人は多くて、なんかそういう感じしたね。うん。そこもすごくよかったなと思いますね。なんかこう、ミスとかしても頑張ってる姿に拍手したりとかっていうのが、なんか結構あるなって思うんで、 そういうところも、なんか、いいなって、空気いいなって思いました。あとね、一つ気になったのが、えっと、こういうシーン、あんま見たことないなって思うんですけど、なんかあの、演技、皆さん、演技、みんなが、あの、皆さんね、演技が終わった後に、なんかカメラマンがスケート靴履いて、なんか大きなこうカメラみたいなの持って、なんかカメラマンの人カ、カメラマンがね、そのステートリンクに出てね、こうやって撮ってたんですよね。なんか、こういうカメラの器具を持って、 うん。そういうシーン、あ、これ見れるかなあ、見れないかなあ、見れるか見れるね。ほら、これ、これ、これ。こういう人、こういう人。ほら、こうやってね。うん、ちょっと、ちょっと、はい。こうか、こうやってね、お演技、この人終わった後でこう、こう移動してこうこうやってね。そういう、なんか、ないからさ。まあ初めて見ましたね。これ、全米恒例なのうん。初めて見た僕は。ねこんなシーンなんか、ちょっと、あんまり見ないんで。あ、ちょっとこれ、ほら、えちょっと待ってね。 こうやって、こうやってね、移動をね、こう演技をね、終わって、ほら、ね。こういうシーンなんかも、ちょっと見れて、初めてだって思いましたね。はい、新しさを。アメリカ、まあ、アメリカは確か、あの、コロナの時も、なんかあの、パネルがさ、なんだっけ、えー、観客席、パネルがこう、なんか、ね、観客のパネルがあったりしてて、なんか、結構ユニークだったり、ね、アメリカらしいのかなって思ったりするんで、まあ、そういうところも、なんか、面白さがあったなって、思った大会でしたね。はい。 以上です。あの、次男子のショート見ていくんだけど、今のウィルギー20時10分ですね。意外とまた時間があるんですね。次は、えー、と男子ショートがあるんだけど、えー、まあ、ちょっとだけ見て、眠くなったら寝ます。はい、そんな感じでいきたいと思いますね。うん。はい、では、あ、どうしようかな。 あ、じゃあ、黒敷からからさん、ちょっとコメント、これ口頭で読んで、寝ますね。あ、寝ますね、はい。えー、おはようございます。全米始まりました。私は J スポオンデマンドです。はい、僕もですね。うん。あの、アキラくんとエミリーちゃんのところが、えー、ショート1位。アキラくん、ますますイケメンになってドキドキです。うん。えー、渋めの、オシェイさんも大好きでございます。じゃ僕も好きなんですよね、結構。僕はオシェイさん、好きですよ、結構。えー、しかし、アメリカはペアの、 ソロが暑くて羨ましいです。うん。さて、仮眠して、アイスタンス。あ、待ってください。アイスタンスか、次え、釣ってアイスタンスだったんですね。ちょっと完全に、男子ショートかと思ったな。待って、確認してみます。はい。まあ、僕は、えー、とりあえず、あのー、まあ、見れるとこまで見て、ちょっと寝ていきますんで。はい。いや本当ソロがいですね。ソロがね、暑いなって僕も思いますね。うん。ね、はい、あのー、 アキラさんとエミリー、エミリーさん久しぶりに見たんですよね。なんか本当に久しぶりっていう、んなんだろう。うなんか、すごいですね。実力が、まだ力が上げてきてんのかな。うん。はい。では、どうもです。バイバイです。